発は横山と白馬、大きな声を張り上げてロックアップから始まっていきました。はい、ロープですね。ロープに詰めていくところ、体を入れ替えて、さあ離れ際ブレイクでしたとしましたね。クリーンブレイク、そしてセクシーポーズを見せていった横山の表情が怒りに満ちている。怒ってますね、怒ってます。待てよという感じの、これはロープですから離れない時ですね、ロープブレイクです。しかしレフェリーをどけて、はめましたね、作戦ね。白間がまさにこう苦戦を制するような形で、自らのペース、その土俵に持ち込んでいこうという流れです。腕を決め直しましたね。しかしここはロングスピーチ横山が白間の左腕を絞り上げていきます。ただし足を今度は逆に取っていった白間、腕と足の取り合い、グラウンドの後方を体を入れ替えた。この辺りは道場でのトレーニングの賜物。グラウンドからスタンディングへ、そして投げ飛ばしていくところ、この身のこなし、さすがの白間です。大きな拍手が沸き起こった。おや、なんだなんだ、セクシーポーズをしたくてしょうがない。セクシーポーズで挑発です。ノーサスクイーン、セクシー女王、怒るか。さあロングスピーチ横山、戦う人妻女子高生は何を思うか。おお、やり返していきました。おお、やり返した、やり返した。セクシー対決一歩も引かない、真っ向勝負だ。おお、白間怒ったか。なんでやねんって言ってますね。負けじといきます白間。さあ負けじといった。あれ、横山はこれに対して負けへんって言いました。しかしここはチェリーが呼んでいます。さすがにセクシー対決では横山さんで勝てないよという表れでしょうか。そうですかね。タッチを行いました。まさにチェリー宮脇がタオルを投げ込んだ形です。タッチが成立。いや、チェリーがハリウッドジュリナを見てますね。私の相手は道頓堀白馬じゃないのよ。その視線の先にハリウッドジュリナ。これはどうでしょうね、お客さん的にはどうなんでしょうね。これはジュリナに言ってほしいのか。反応はどうか、後楽園の反応はどうでしょうか。ジュリナコールが沸き起こる。しかし一方でチェリーコールも聞こえてくる。さあタッチが成立しました。ついに相まみえます。オーバーザトップ決勝戦のカードです。ハリウッドジュリナ、チェリー宮脇、1対1の状況になりました。ものすごい期待感の中で戦いの始まりはやはりロックアップだ。やっぱりロックアップ、がっちりとロックアップから始まっていった。快速しますね、ヘッドロックを快速してる。腕を取ってバックに回るチェリー宮脇、お腹に打撃加えてロープ間の攻防、ジュリナを待ち伏せる、読み切ったジュリナ、そして足を捉えて、うわー、来た来た、弓矢が止めです。まず弓矢が止めて捉えていった。しかし返していった、体をひねってカウントは2。すぐ返しますね。距離ができました。エルボーかわした、突っ込んでくるジュリナのエルボーをかわして、自分がエルボー、バック取られた。さあ、これでブローイングジュリナ、必殺のブローイングジュリナをかわして、ローイングのエルボー、お互いの必殺をここで抜いてきました。いや、ミラノさん、いきなり隙あらば仕掛けるって感じですね。ハイスパートですね、はい、マックスボルテージで戦いを仕掛けていきます。エルボーの打ち合い、後楽園に大きな声がこだまする。一歩も引きません。足を止めて打ち合う。エルボーだとやっぱ強い。金賞道場のエースと白金ジムの絶対女王、さあ来るぞ、バックから来るか、スライディングのエルボー。
このエルボーが宮田さん、はい、チェリー宮脇の必殺技生命線ですね。そうですね、もう5分経過、はい、あらゆるエルボー使ってきますからね、はい、あのエルボー、様々なエルボー、いろいろな VTR を見て研究してきたといいます。馬乗りになってのエルボーは、ここは道頓堀白馬がカットに入るが、その声は届かない。いやチェリー宮脇の恐るべきまでのこの情念、信念です。今日なんか違いますね、いつもとね、なんかもう入れ込む気持ちが、もう横山選手が自分からタッチしましたね、はい、チェリー宮脇、なんだブロックサインだ、ブロックサインだ、ブロックサイン出ました。あ、うなずいた、通じてる、横山ジャパン、これか、これ総監督のブロックサイン、さあサインの合図は何か、2人で挟んだ、さあブロックサインが、これがフィニッシュか、膝を打ち当てていった、はい、フォール、さあカウント、カウントはどうか、カウントは2、いや、いい連携ですね、横山ジャパン、今のがブロックサインの、答えだったわけですね。そうですね、あの各種ブロックサインあると思いますからね、これはそのうちの一つで読めないですね、やはり言葉で言うとバレてしまいますからね。そうですね、やっぱりこうね、暗号みたいな感じで、あー、絞ってますね、サーフボードストレッチ、さあここは横山ジャパン総監督のロングスピーチ、横山が背中に膝を当ててサーフボードストレッチ、腕を掴んで、これはミランさん、どこに効いてますか。これは肩がもう外れそうになりますよね、はい、ですから必殺のブローイングジュリナを、封じていくような、そういった布石にもなってくるわけですね。そうなりますね、はい、ですから、回復しますよ、力比べに持っていく、これ返すと逆に取ることができますからね。ハリウッドジュリナが体を反転させれば、力比べを制して、今度はハリウッドジュリナの攻撃という形になるわけですが、しかしそれをさせない横山の意地。やっぱり宮脇選手のエルボーから、やっぱり、はい、ジュリナ選手ちょっと失速しましたね。チェリー宮脇のエルボーが効いています。絶対女王ハリウッドジュリナに対してロングスピーチ、返した、裏返った、しかしまた裏返した、譲りません。横山にも意地があります。錦糸町道場創設者、伝説のチャンピオン、ウロボロス傭兵最後の弟子がこのロングスピーチ横山です。しかしジュリナも、いやもうこの返し方を見てください、皆さん、はい、徹底してます。返したか、あー、いかる、私が絶対女王だ、どっちが、どっちが取るのか、さあ今度はジュリナが取っていった、ようやく返しました、白間選手呼んでますね。そしてここはタッチをつなぎます。このあたりのタッチワークというのも皆さん見事なものがありますね。そうですね、さすがパワーストーンズですね、はい、硬い絆があります。出ました、セクシーヒップ、セクシーヒップアタック、胸元までしっかりと届いています。このヒップアタックで、もう白間はリズムを掴んでいく。各種ヒップが得意ですからね。観客にアピールをしておいて、ヒップバット、さあ左の頬を捉えていく、見せつけたヒップアピール。ちょっとやっぱりこれは皆さん悔しかったでしょうね。悔しいですね。あのセクシーヒップがちょっと蚊に触ったか。おー、またしてもヒップ、徹底したヒップ攻撃です。おー、強烈、お尻が割れた、大変です。いやでもそれでもお尻にこだわる、いやまたお尻ですか、はい、痛む尻でいった、痛みを押して手負いのヒップでヒップアタック、お尻のプライドがこだわりが、うわ厳しい、この蹴りにもプライドがある、お受け止めた。そしてなんでやねんからのドラゴンスクリュー、見舞っていった。やっぱりキックが得意ですから足攻めるのは有効ですね。まさにロングスピーチ横山の必殺を封じていこうという流れ。そうですね、しかし取るな、しかしまたしてもヒップ、ヒッププレスその場ですね。いやー、七色のヒップを持っています。これはトップからだと、また狙って、またヒップですかこれ、はい、いや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 、尻がってきますよ、ヒップ殺法の4次元ポケット、今度は何を持ってくるのか、セクシーだセクシーだセクシーだー、ヒップトロップ、トップロープからいった、どうだ、決まらない、1、2、
いや、トップからのお尻はきついですから、全体重乗ってますから。10分経過、10分経過。そして的確に横山の首元を捉えました。あー、これ得意技ですね。これフィッシャーマンスープレックス、はい、はい、フィッシャーマンの体勢です。行かせない。横山が吠えた。そして膝を打ち込んでいきます。ローリングのソバット、かかと落とし。そしてチェリーが、チェリー宮脇が手を伸ばしています。タッチをつなぐことができるでしょうか。つないだつないだ、タッチをつなぎました。ジュリアにまずいきます。ジュリア落としますね。このあたりがチェリー宮脇の心意気。まずはジュリアを叩きつけていって、しかしここは白間の小手、白間がジュリアを呼んだ。今度はパワーストーンズの連携ですか。あー、惜しいですね。ジュリアがヒップに乗ります。白間のヒップ攻撃に絶対女王が乗ってきた。わー、ヒップサンドです。わあ、そして連携攻撃、パワーストーンズの連携。おっと、ヒップとヒップがガッシャンコ。チェリーがヒップで返した。私もヒップ攻撃ならできるんだ。そして得意のエルボー、ローリングのエルボー。カウントを取りに行く得意技から。カウントはカウント2ですね。カウント2です。いや、エルボー打ってくると危なくなってきますよ。こう、あ、受けた。スライディングのエルボー、白間が見切った、かわした。コードブレイカーです。ーコードブレイカーにつなげていった。正面から来た。スライディングのエルボー、胸板を叩きました。いや、ミラノさん、一進一退の攻防が続いてます。もうお互いね、このクラスになってくると気持ちで一切引かないですね。気持ちが引かない。そしてやはりジュリナはまず横山を制します。ヒップ宣言ですね。そうですね。先ほどチェリー宮脇にヒップアタックを見舞われた。だからこそのお返しだ。ヒップアタック、何でもできる。私がプロレスだ。絶対女王、ハリウッドジュリナのヒップアタック。今度は何を狙うのか。ニュートラルコーナーへ向けてバックエルボー、そしてフェイスクラッシャーリングの中央、叩きつけてまいりました。いやジュリナの時間か。チェリー宮脇捕まっています。あ、得意技アイスブレイクか。腰を強打する技、アイスブレイクという技を持っています。こらえてるこらえてる。このアイスブレイクでハリウッドジュリナは幾度となくチャンスをものにしてきた。ボーリングエルボーだー。すごい姿勢だ。逆転の一撃。すごい。そしてこの表情、もう負けない、もう負けない。チェリーが笑った。そして吠えた。チェリー宮脇、覚醒の時間だ。エルボー連打。もっと来いよって言ってる。あるいはこの覚醒の瞬間を待っていたか。さらに吠えて向かっていくチェリー宮脇。ハリウッドジュリナがあえてチェリー宮脇の全身全霊を受け止めています。突き出した胸板、強烈なエルボー。見舞うのはチェリー、受け止めるのはハリウッドジュリナ。エルボー強い、やっぱり。お、そしてこれは、これは普通のボディスラム、ボディスラムですか。はい、落としましたね。ここに落としたということは、ここに落としたということは、ミラーさん、わー、これは行くな。来ますね。ジャンピンサクラ狙うんじゃないですかね。必殺のジャンピンサクラが来る。ダイビングエルボードロップ。このジャンピンサクラでオーバーザトップ決勝戦まで駒を進めてきた。必殺のジャンピン桜が来るぞ。セカンドロープ、いやー、ハリウッドジュリナが呼んでいた。ちょっと時間かかっちゃったかな、登るの。立ち上がっての小手、はい、左の方を捉えて。いや、ちょっと待ってください。ナダル式ブレンバスター解いた。いやいや、危険な状況です。いや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 、ここはなんとか回避したいチェリー宮脇。それでも落ちない、落ちません。重い腰、その手を離さない、落ちない。女王の意地、 WIP を引っ張ってきたというプライド、その手を絶対に離さない。吠えたジュリナ。さあ、どうなる。もう一度いきます。
まさに戦いのターニングポイントを迎えている。離れた離れた、ようやく落ちましたね。腕が離れました。10発以上当ててます。10発以上強烈なエルボー連打から来るぞ。ジャンピン桜井が来るか。ハリウッドジュリナの起き上がり際来た。エルボーアタックですね。エルボーアタックで捉えた。さあカウントどうだ。カウントは2。かなりエルボーもらいましたからね。そうですね。しかも後頭部頭に入ったように見えましたね、さあハリウッドジュリナが腰を強打した。いやーこっから狙うのは何を狙うか。あ、来るのか。この姿勢はこれは桜スペシャルか。桜スペシャルいきますね。ウロボロス傭兵から伝授された技、桜スペシャルを読み切ってブラウイングジュリナをエルボーで回避した。そしてローリングのエルボーかわしたジュリナ。もう一回来る。ブローイングジュリナが来るぞ。ツッキーだー。完全に読んでますね。あーしっかり。オーバーザトップ決勝戦と全く同じような流れになってきた。あー桜スペシャル、桜スペシャル決められるか。ブローイングジュリナを決めた。決まった。やばい。拳を突き上げた。さあ決着はもう目の前だ。ブローイングジュリナ手を離さない。うわー腕を離さない。そしてしかしここはローリングのエルボー。わー譲りません。もう決勝戦と同じような展開でしたね。いやブローイングジュリナを何度ももらえばもう危ないということが分かってますからね。そうですね。で宮脇選手タッチしてないんですけど横浜選手がタッチして入ってきましたね。この辺りはさすがのアシストがあります。膝です。膝です。本当にやっぱり打撃がねキックボクシングジム通ってますからね、はい。ニーアッパーを見舞っていって、そして起き上がり際またしても膝。この人の必殺はこの打撃です。ロングスピーチ横山、思いを込めた打撃。さあ体力も消耗してきた。強烈な蹴りかわした。水面蹴り。かなりミランさん体力も消耗してますね。そうですね。体力消耗してるときに足への攻撃はきついですね。でもジュリナ選手ね、この水面蹴りからね、はい、足への関節技持ってますから。この流れはまさにデビーコングを打ち破った時の流れですね、はい。テキサスクローバーホールド裏返して成立。いやーエグい角度で決まっている。宮脇選手は入れないか。チェリー宮脇カットに入りたい。正面からカットに入る。でも離さないですね。しかしその手を離しません。スピアで捉える。錦糸町道場のメンバーが心配そうに見つめています。その視線の先にロングスピーチ横山倒れている。あフィニッシュサインですね。この位置はいやこれはまずい。これはまずい。フライングジュリナが来る。ロングスピーチ横山絶体絶命のピンチを迎えた。うわー来たフライングジュリナ。天山だ。膝立てましたね。膝を立てた。肩のあたりに膝入っちゃったかもしれないですね。フライングジュリナを剣山なんとか逃れた。ロングスピーチ横山さすがにこれは食らってはダメだというね監督の気持ちがありますね。横山にも強い思いがあります。かつてたった一人で錦糸町のリングを守りました。そしてその情熱がチェリー宮脇を呼び寄せました。泥だらけになって傷だらけになってそれでもプロレスを諦めなかったから今がある。負けへん。吠えた横山。一つまずパニックすっこんだケリーだ。一つ強烈だケリー。うわ顔潰れてないですかこれ。絶対に負けられへん戦いがここにはあるんや。横山ジャパン総監督横山の強烈なケリー。そしていやジュリナが追い込まれました。危なくなってきた。女王が負けるのか。白金ジムからジュリナコールも飛んでいる。桜スペシャル。桜スペシャルだ。ウラボロス傭兵最後の弟子伝授された桜スペシャル。どうだどうだどうだ。桜スペシャル。白間がカットに入りました。絶対もう大丈夫かこれ。桜スペシャルがハリウッドジュリナを捉えた。チェリーが呼んでる。チェリーが呼んでる。チェリーが呼んでる。あそしてここでチェリー宮脇が呼んでいるが白間がカットに入ります。小亭です。
いやもう分からなくなってきました。そしてフィッシャーマンスープレックス、もうみんなお互い20分経過、全ての引き出しを開ける、全身全霊健康一滴、エルボーだー。どうなるのこれ、果たして戦いの行方はどうなるんだ。 WIP タッグベルト初代王者はどちらのタッグだ。いやーこれも厳しい。たった一度の人生で何度本気になれるのだろう。この感情は絶対抑えきれない。本当の気持ちを正面からぶつける。さあ立ち上がる、超えた横山、もう一回行く、正面からの距離受け止めた、ブローリング準備がだ、足掴んで、足掴んで完璧に捉えた。それでも返した、横山が返しましたよ。返しましたね。足掴んでのブローリング準備は初めて見ましたね。もうなぜ返せるのか分かりません。本能で返す横山、それでも女王の意地がある、プライドがある、誇りがある。 WIP を背負う絶対女王、必殺のブローイングジュリナか、腕を掴んで離さない、いや違う、これは新必殺、運命を導くハリウッド式デスティニー。この日のために必殺だ。21分42秒勝者ハリウッドジェリナ、全てを出し尽くしました。ハリウッド式デスティーノでハリウッドジェリナ道頓堀白間 WIP 初代タッグ王者に輝きました。うわもうダメだ、胸が熱くなってくる。ミラノさんの目に涙、タッグ選手権新チャンピオンは道頓堀城間ハリウッドジュリナ組と決定いたしました。すごい。ミラノさんも、そしてハリウッドジュリナも、チェリー宮脇も、横山も泣いている。涙がこみ上げます。敗れてなおよく戦いました。それではただいまより WIP タッグ新チャンピオンへのベルトの授与式を行います。プレゼンターは特別ゲスト新日本プロレス永田裕二選手です。プロレス界を引っ張り続けてきたブルージャスティス永田裕二選手から初代タッグベルトが今渡されます。すごい、すごいやった。初代チャンピオンはハリウッド・ジュリナ、道頓堀・白間、そのベルトを宝